はい、改めまして始まりました。このイベントはネットフリックスで12月より全世界独占先行配信されるアニメジョジョの奇妙な冒険ストーンオーシャンの配信を記念して、ジョジョを知っている人も知らない人も新シリーズが楽しみになること間違いなしの特別プログラムです。そして今ここにいる3人はストーンオーシャンに出演しているのですが、まずは自己紹介からさせていただきます。では私から、ストーンオーシャンで主人公の空城ジョリーンを演じさせていただきます、ファイルズアイです。はい、そしてエルメースコステロ役の田村睦美です。はい、フーファイターズを演じています伊勢マリアです。はい、というわけでね、はい、この3人で送っていこうと思っているんですけれども、はい、ね、これを見てくださってる方って、ジョジョといえば男性のイメージが強い方多いかなって思ってるかもしれないんですけど、今回のストーンオーシャンはシリーズ初の女性主人公なんですよね。ね、そこでね、あのストーンオーシャンの予告の PV を皆さんと一緒に見ていきましょう。こちらです。私はこの石の海から自由になる。本当に1000回ぐらい再生回数回してますどうですか、ご覧になって。あのマキシマムセキュリティがなんかジョジョ感あるジョジョだなってめっちゃ面白いよ ね、めちゃくちゃいいですよね、マリアさんは、なんかすごい自分の声が、まあ、聞こえてくるっていうのがすごい不思議な感じがする、今まで、まあ、一ファンとしてジョジョをずっと見てきた身としては、なんかこの PV から私の声がするっていうのがすごい感動があって、もう本当にますますあの放送がすごい楽しみだなって。ですよね、ですよね、本当に。そしてあの、今回 PV のラストに新情報が出てたじゃないですか。アニメのジョジョの奇妙な冒険ストーンオーシャンがですね、12月1日水曜日よりネットフリックスで全世界独占先行配信が決定しました。イエーイ、素晴らしい。いやー、嬉しい、配信の速さは世界一ですよ。すごいですね、ありがたいです、ディオとの因縁の対決に決着がつくのかどうかみたいな、そういうあのお話でもあるじゃないですか、それがもうすっごい楽しみだなと思って、何よりやっぱり主人公が丈太郎の娘っていうのが、なんかもう胸熱じゃない。いや、本当にあの丈太郎がパパになるなんて。そうだよね、確かに ね、そう、やっぱりなんか前のシリーズとかやっぱ見てた身としては、すっごい楽しみだなと思ってたし、何よりそのやっぱりジョジョの主人公ってやっぱりすごくこう強くてかっこいい男性っていうやっぱイメージが強かったけど、そこがやっぱ娘であるジョリンにその DNA が受け継がれてて、そこで物語が繰り広げられて、でしかも監獄あの中でのなんかいろんなこうバトルの繰り広げられるっていうのも、監獄ってなかなかね、どうやってあの閉鎖された中でそんな事件が起こるんだろうって思って、その不可解なことが次々起こるって言ってたじゃない、もう最初から不可解じゃないですか、入り方から。もうなんかそれがこれどうなってっちゃうのと思って、第1話から衝撃的ですもん、いやね主人公の第一声これみたいな。いや、そう、なんかさ、これ本当に主人公なのかなってちょっと思ったよ。そうね、すごい衝撃やったけれども、え、じゃあちょっと私もお願いしていいですか。ぜひ。最初に読んだ時っていうのが実は6部だったんですよ、第6部ストーンオーシャンだったんですね、で私これがジョジョの奇妙な冒険シリーズの第1巻なんだって、はいはい、思って、なるほど、あのとりあえず1巻から5巻まで中学2年生ぐらいの時に買ったんですよ、で家帰って読み始めたら分かんないってなっちゃって、それこそその6部って、あの今までのシリーズのなんか全てのこう因縁が集約されてるじゃないですか、だからそれをちゃんと見ないと、丈太郎とかディオって誰っていきなり知らないよって、スタンドっていうのは知ってるけど、こんないきなり出てくるものなのってすごい困惑しちゃったんですよ、で調べたら、これはあのシリーズの第6部にあたる漫画で、だからこれより前のものを読んだ方が分かりやすいっていうのが分かったので、とりあえずあのストーンオーシャンを2巻まで読んで、であの第1部のファントムブラッドから買い始めたんですね、でもその2巻まで読んだ段階で、こうなんとなくこの空城ジョリーンっていう女の子がすごくかっこいいなってめちゃくちゃ惹かれたんですよ、早くジョリーンのことをもっと知りたいって、早くジョリーンに追いつきたいと思って、ファントムブラッドからずっとこう
お小遣いを貯めて結構でも長いよね。いや本当にめっちゃ頑張って、うん、だからあの追いつくまで結構時間かかって、うん、それこそストーンオーシャンに追いついて読み終わったのが高校1年生の終わりとかぐらいだったんですけど、読み終わって改めてこうジョリーンに抱いた第一印象、うん、私は間違ってなかったなって、本当にかっこよくて誇り高い子なんだなって思ってめちゃくちゃ憧れましたね。うん、はい、確かに誇り高い。いやいいよいやいやいい、このぐらいの熱量を持ってね、うん、そうなんです。だからそれが本当にストーンオーシャンに対する印象でしたね。それぞれのキャラクターを漢字一文字で表してみたいと思います、はい、このお手元のこの素晴らしいボードに見てください、ロゴがあるんですよ。これ持って帰りたい、ね、かわいいねこれ、ね、かわいい、うん、これにじゃあちょっと漢字一文字でそれぞれのキャラクターの印象というかその表してみてください。はい、はいはい、一文字ってね結構難しいよ、ね、本当にそう、うん、この世界中にある全ての美しい漢字を全部書きたい、うん、そうだよね。もうそれでも足りないぐらいジョリーンは素晴らしい人なんですよ。そうだよね。じゃあまず私から、私が演じるジョリーンから、はい、私の思うジョリーンの漢字一文字はこれです、愛。はー、もうなんか全てにおいてそうじゃないですか。やっぱりそのジョリーンがこの覚悟を決める理由も愛ですしね、うんうんうん、そうそうそう、だしどんどん強くなっていける活力の源も全部愛じゃないですか、うんうん、はいはいはい、愛イコール理解なんですよ。愛イコール理解、そういうことです。はい、はい、あのさっき実はですね、さっき休憩中に私がこう細かすぎてなんか伝わらないジョジョのモノマネを言えるからちょっとジョジョネタの時はこうやって合図しますっていうのがそんな結構目立つ合図するんだねめっちゃ分かりやすくしてくれて、これグッドのこれですよ。 OK で、これ愛イコール理解はあの連載当時の煽り文です。本編では一回も出てこないんですけど、え、煽り文までジョジョネタになるすごい、特にストーンオーシャンは煽り文が結構なんか人気だったんですよ。なるほどね、はい、なのでぜひ皆さんも調べてみてください。私はこれ愛ですね。じゃあ続いてはエルメスコステロ役の田村睦美さん、エルメスはこれかな、情です。あ、わかる、わかる、すごいわかる。もうね、情に熱いんですよね、エルメスはね。だってあのなんだろう、ジョリーンだってなんか初対面だけれども、うんうん、なんか友達になったからすごいこういろいろ助けてくれるわけで、そうそうそう、こんなに情に熱い人はいない。しかもね、あの、まあ、刑務所にいる理由もね、そうそうそう、ここが関係してくるわけで、素晴らしい人ですよ、エルメス。なるほど、理解した。はい、続きまして、フーファイターズ役の伊勢マリアさん。はい、私演じるフーファイターズの一文字漢字で表すと、じゃじゃん、知性の知。はいはいはい、これあのフーファイターズをまあ語る上で、まあ、何個かこうキーワードがあると思うんですけど、うん、まあ、その中でもその知性っていう、まあ、ワードがすごく、まあ、キーポイントになっていて、うんうん、その知性の知を選びました。なんかフーファイターズってすごくまあ賢いですし、うん、まあ、ジョリーンや、まあ、エルメスと出会って、うん、まあ、いろんなこう知性というかね、うん、そういうものをこう知識だったりとか、うん、そういうのをこういろいろ得て成長を増していくキャラクターでもあるので、うんうんうん、まあ、あまり多くは語れないんですけれども、はいはい、知性の知ということで、いや、はい、その漢字を選ぶセンスにしびれる、憧れる、それはわかるぞイエーイご覧の皆さん、主要な女子キャラしっかり覚えられましたでしょうか。この3人が織りなすストーリーにぜひ注目してみてください。さて、ここからはですね、こちらのボックスに入っています、このカードに書かれているトークテーマを題材に3人でお話ししていきたいと思います。はい、はい、じゃあ早速引いちゃいますよ。はい、お願いします。何にしようかな、これ、じゃじゃん、役が決まった時どう思った。いやもう、そんなの決まってるじゃんって感じだけど ね、 そうだね、もう ね、 ね、共通してるよね、言うまでもないじゃん、だってもう私オーディション絶対に第6部は受けさせてくれって言ってたもん、うん、あの、うん、もうなんかあのとりあえず受けるだけ受けさせてみたいな、うん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 、でずっと言い続けて第6部はまだかまだかって言ってあのまだですまだです、落ち着いてくださいって言われてあの6部のオーディション来ましたよって言われた時にあの、まあ、受けさせてもらいましたよね。マリアさんは、うん、私も、うん、もう
徐々に関わるんだったら、うん、今回のもストーオーシャンしかないと思って、うん、やっぱり女子キャラいっぱい出てくるし、うん、もう何が何でも絶対抜かりたいと思って、うん、本気で欲しい、うん、まあ、役とかは、うん、自分の中で日常生活から結構欲立ちするんですよ、うん、欲立ち欲立ちなんか願掛けみたいなもんなんだけど、うんうん、自分の中で例えばちょっとなんかこのお洋服欲しいなと思っても、うんうん、いや受かってから買うみたいな、なるほど、そんな感じで自分の中ですごくこう願掛けをいっぱいして、うん、とにかく受かったら全部そういう夢を叶えられるみたいな感じで、うんうん、それまでは本当にその役のことだけを考えて、うん、ストイックだ。そうなんだったらその、うん、あのいわゆる原作 の、 そのキャラクターのところをもう家でずっと、うん、あのアフレコしするみたいな、でもう自分その役はもう自分のものだっていう風にイメージで染み込ませる、オーラから雰囲気からもう そのキャラを演じていくみたいな、うん、すごい気概で撮りに行った。それで言うと私もオーディションの時、うん、ちょっと 今思うとちょっともううわーってなるんですけど、うん、とにかくもうジョジョが大好き、ジョリーのことが大好きっていうのを伝えたくて、うん、髪型は当時このぐらいの長さだったんで、うん、頑張って寄せ集めてこのぐらいにしたって服もうジョリーンのオタクですみたいな。ジョリーンのオタク。あのジョジョ店で買った、うん、あのストーンオーシャンのクリアファイル、ジョータローとジョリーンが描かれてるやつを持って、うん、あの行ったんですよ。とにかく元気に明るく行こうと思って、うんうん、でも緊張しすぎて、うん、あの挨拶のとこ開けた瞬間に私涙がこう浮かんできちゃって、でも元気にファイルズ、あ、イエス、ジョリーンが大好きなので今日はジョリーンをイメージしてきました、よろしくお願いしますってファイルを持って。いやちょっとさ、モロ刃の剣だよねそれね。泣きそうになってる今思い出し泣きで。すごい。だって下手したらさ、やべえやつ来たって落とされる可能性あるじゃん。あれって ね、ファンを入れちゃまずいってなる可能性もあるじゃん。本当にもう本当にただのファンみたいな状態。じゃあ次はむつみさんお願いします。はい、よいしょ、どれにしようかな。これだ、じゃじゃん。この3人以外で注目してほしい登場人物は、おー、なるほど、うん、まだね、あの、うん、ほとんどが謎の人物として謎の人物で、あんまり話さないでくださいっていう指定がある中で、そうそうそう、確かに難しいんだよね、酷だよねこの質問。 もどかしい気持ちをちょっと抑えつつ、うんうん、一回ね先のことを忘れた状態で話していきましょうかね、うんうんうん、まあ私としてはあれだね、エルメスが最初に出会うすげえやべえやつ、まあ、最初に出会うっていうか、最初に出会ったのはまあジョリーンなんだけど、その後にね、うんうん、癖の強いね、すんごい癖の強い人がいるんですよ、はい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 、あのね、めちゃくちゃ良かった、本当に。いや、お芝居最高でしたね。うわ、いや、よくぞあの方を呼んでくれたみたいな、もうそのものに聞こえました。最高でした。楽しみ。本当にね、いや、ここで言えないのが辛い、うん、いや、そうだね、ここまで出てるのに、ね、いや、もうね、最高としか言いようがないんだよね。もうファイちゃんにも言ったじゃん、あ、分かるってなったじゃん、いや、そのくらい、あ、でちょっとそこもぜひぜひ楽しみにね。監督もその回すごい好きだって言ってた。うわー、うん、早く見たい。見たいですよね、うんうん、どうですか、どうですか。私は、うん、あのウェザーリポートがすごく、はいはいはい、うん、あのビジュアル的にかっこいいじゃないですか。わ、うん、かるよ、そうだよね。なんかさ、か頭にさ、うん、白いさ、なんかモフモフ、うん、帽子みたいなのかぶってるじゃない、うん、あれもなんかかわいいなと思って。わかるわ、なんかかっこいいのにちょっとかわいいみたいな。そう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 、そのなんかちょっとこうギャップみたいなのがあって、うんうん、好きですね。わかる、ね、ウェザーもね、うん、ちょっとな謎なんだけれども、うん、ちょっとこんなつながりがとか、そう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 、思わぬつながりあんだよね、うん、そう、この時のセリフは後のあそこにかかってたのかとか、うんうんうん、そうそう、ウェザー自身もね、まだ知らないこととかもいっぱいあってね、早くね、まだ話せない、ね、話せないけど、視聴者の皆さんの反応が楽しみ。ファイちゃんは、うん、私は、うん、やっぱジョータロー、まあね、九条ジョータローが
ね、こう今までのねシリーズこう、うん、スターダストクルセイダースから見てくれてる人とかはもうねあのジョータロがパパになるっていうね、うん、想像できます。どん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 こう、うん、渋さが増していってね、うん、あのやっぱりジョリーンに対する接し方とかも、うん、だからジョリーン自身が気づいてない部分で愛を持ってたりとか、うんね、そういうねちょっと思い違いだったり、うん、もうあなた切なくも愛しい、うんこう親子になってるので、うん、そこぜひ見ていただきたいですね、うんうん、では続いてマリアさんお願いします、はい、じゃあ何が出るかな何が出るかな、ね、これにしようじゃじゃん、うん、個人的にどんなスタンドがあったら嬉しい？あです。いや悩む。どんな？これ複数ある。そうだよね、うん、てかスタンドってめちゃくちゃ数あるじゃないですか、うん、めちゃくちゃあるしさ、うん、あとちょっとなんか複雑じゃない？複雑、うん、確かに確かに結構わかんないんだよね、うん、私なんかコーディネートしてもらえたら あじゃあスタンドコーディネーターの私さすがイエーイ、じゃあ、うんうん、じゃあまずお一人ずつ、うん、むつみさんからまずいきますね、はいはい、むつみさんは近距離パワー型と、うん、遠隔操作型と自動追跡型どっちがいいですか？結構むずいね、それね。近距離パワー型は、うん、射程距離は短いですけれども、うん、パワーがある、破壊力がある、はいはいはい、で遠隔操作型は、うん、あの遠くからでも操作できるけれども、うん、パワーは弱い、はいはい、ハイエレファントグリーンなどがそれに当たります、はいはい、で自動追尾型は、はいはい、あのコントロールは一切できないんですけれども、うん、近距離並みのパワーを遠隔でできます。だからどういうのに使いたいですか？健康のためとか。健康のため。あ、じゃあやっぱりパールジャムかな、うん、パールジャム。パールジャムはあのトニオさんっていう、うんうん、第4部、うん、ダイヤモンドは砕けないに登場する、はいはい、イタリア人の料理人の方がいるんですけど、うん、なんかめっちゃ良さそう。トニオ・トラサルディさん料理の中に、うんうん、パールジャムをこう混ぜる。ちょっとスタンド混ぜんの？いやでもなんかちょっと複雑なんですけど、はいはいはい、まあ、とりあえずトニオさんの料理を食べるとすっごい健康になるんですよ。え、めっちゃいい。いいじゃんそれ。すごいってなって、だからパールジャムを。パールジャム、あ、じゃあ私はお料理もお上手です。ありがとうございます、はい、さらに美味しくなるってことですよね。そうですね、はい、じゃあパールジャムがいいですね。めっちゃいい ね、いい。そんなスタンドあるんだね。あるんですよ。最高。面白い。じゃあどうですか、うん、マリアさん、近距離遠隔自動追尾、うん、なんか自分の正義の名のもとに悪を滅したい、うんうん、悪いことをした人にはちゃんとそれなりの制裁を与えたい、償ってほしい。なるほ ど、うん、ちゃんとしているな。キラークイーンがおすすめかなって。ほうほう、はい、あのシアーハートアタックっていう、うん、あのまあちょっと派生したスタンドがあるんですけど、うん、はいはい、実はキラークイーンのこの左腕から出てるやちっちゃい可愛いのがいるんですけど、うん、コロ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 、こっちを見ろって言ってくるやつがいるんですけど、うん、そいつがあの自動追尾してくれて、うん、あの熱の方向に行って、うん、バーンって爆発させてくれるんですよ。すごい。だから自分が遠距離にいながらできちゃったりするんですね、うん、キラークイーン本体で攻撃するときは、うん、キラークイーン自体は触れたものを爆弾に変えることができるんですよ、はい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 、だから私があのむつみさんのそのボタンとか、うん、爆弾に変えたらもう吹っ飛びますよ。ちょっと待ってよなるほどね、はい、なかなか物騒だけど、うん、まあそうだね、そのスタンドにしよう。キラークイーンおすすめです。ファイちゃんは？ファイちゃんは？ファイちゃんすごい悩むんですけど、複数あってもいいんじゃない？じゃあちょっと、うん、なんか本当に実際にあったら便利だなと思うのはクレイジーダイヤモンド、うん、これはあのダイヤモンドは砕けないの主人公、うん、東方丈介くんのスタンドなんですけれども、うんうんうん、殴ったものを全部直すんですよ、うん、あ、へー。だから私がこのネットフリックスさんのロゴをもし落として壊してしまってもクレイジーダイヤモンドってやれば治るんですよ。あ、すごい。パーツとかが全部こう集まってきて元のものに戻ったり、傷も治せるんですよ、うん、え、めっちゃいい。だからこう雑種ってなっても全部クレイジーダイヤモンド治せるんですけど、はい、自分の傷は治せないんですよ。え、そうなの？そう、あとあの死んでしまったものにはもう何もできないんですね。骨折は？骨折も治ります。あ、そうなの？全部治します。だからそういうのがあれば、うん、なんか医師じゃなくても助けられるじゃないですか、うん、もういいなと思うし、うん、あとはなんかクヌムシン。クヌムシン、クヌムシン、はい、どんな人にも変装できるんですよ、あの本当にその通りで、はいはい、身長も体重も匂いも声でも全部変装できるんですよ。何すんのそれで？そしたら、みんなにいたずらしたい。いやいや、とんでもねえやばいぞはい、皆さんも楽しんでいただけましたでしょうか、これからストーンオーシャンを見る皆さんに向けて私たちからメッセージをお伝えしたいと思います。ではまず伊勢マリアさん。はい、
こんな感じでですね、本当にもうアフレコ現場は和気あいあいと楽しく絶賛アフレコしております。そのこの楽しいね雰囲気だったりとか、あとすごくこう熱いあの熱意みたいな熱量みたいなものがきっとあの作品の中からでも伝わってくると思いますので、ぜひとも12月を楽しみにしていただければと思います。よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。では続いて田村睦美さん、お願いします。はい、まあ先ほども言いましたけれども、ファイちゃんを筆頭にですね、みんな本当に声が素晴らしい、めちゃくちゃキャラクターに合っていると思います。あの発表されている人たち以外にも本当に濃いキャラクターたちが、濃い人たちがね、あのすごいちゃんもうめちゃくちゃいい芝居でやっておりますので、あの楽しんでいただけると思います。ぜひ12月楽しく見てください。よろしくお願いします。そしてファイちゃんからは、はい、いや本当にもう私はジョジョの奇妙な冒険が大好きなんです。最も大好きなんですよ。だからその愛があの伝わればいいなって思ってますし、愛と命を込めて空城ジョリンという素晴らしいキャラクターを演じさせていただいてます。もう本当に私たちあの演者もアフレコ中ずっともう背景にこうドドドドドドって出るんじゃないかってぐらい本当そんな擬音が見えてくるぐらい、もう鬼気迫るだったり迫力のあるお芝居をしておりますので、ぜひ皆さんにあの伝われば嬉しいなって思いますし、やっぱりその原作ファンの皆さんはこうこのスタンドがどうやって表現されるんだろうっていうのはめちゃくちゃ楽しみにされてるかと思いますし、それはマジで本当に期待を裏切らないので、ぜひぜひ楽しみに待っていただければと思います。ということで、アニメ「ジョジョの奇妙な冒険ストーンオーシャン」はですね、12月1日よりネットフリックスにて全世界独占先行配信いたします。イエーイ。そしてなんとなんと本日初公開の最新映像が届きました。初公開のこの映像、どこよりも早く公開しちゃいます。ではこちらを見て皆さんとお別れしましょう。アリーベデルチ、さよならだ。おやっち、お前と知ってたらここには来なかった。全てはこの男が仕組んだものだ。何のためにだ。お前と俺の血がつながっているからだ。ジョースターの血が、俺はここからお前を出すために来た。